〇〇に10万円あげたらこんな使い方されちゃいました。海外ベトナム。日本からの観光客も急増中のベトナム。訪れたのは北部に位置する首都ハノイ。ベトナムといえばバイク。いやいや、本当バイクの数多すぎですって。なんと人口およそ700万人に対し500万台のバイクが走っているんだそう。ベトナムの物価は日本のおよそ半分。そこで日本の物価に換算すると10万円相当となる1000万ドンをあげることに。まず地元の市場を散策していると、何やらバイクに大量の荷物を載せた2人組を発見。早速聞いてみよう。もし1000万ドン今もらえるってなったら何に使いたいですか？ですよね。いきなり知らない外国人にお金あげるって言われても信用できないですよね。でも嘘じゃないんです。答えてくれてありがとう。2人で一緒に小さなコーヒーショップを開いており、この大荷物は店の備品を買いに来たのだった。ちなみにハノイから80キロ離れた田舎町から買い物に来たらしく、今からこの荷物を抱えて帰るんだとか。お気をつけて。続いては路上でパイナップルを売る女性にインタビュー。もし今あなたに1000万ドンあげるとしたら何に使いますか？Em có 11 em sẽ mua bò để nuôi mấy con? Hai con, có kinh tế thì sẽ nuôi con em đi học, bởi vì nhà em nghèo lắm. Mình nuôi, mình sẽ trồng ngô thóc cho nó ăn xong rồi. この女性結構商売上手かも。さらに市場では日本ではあまり見ない光景が。すいません、今何されているんですか？砂漠ってかなりカルチャーショックなんですけど、でもベトナムでは路上で鶏肉をさばくのは当たり前。そんなお母さんに早速。もし1000万ドンをあげるって言ったら何に使いたいですか？3人のお子さんがいて、一番上は大学生。インテリアデザイナーを目指しているらしく、その教育費の足しにするという働き者のお母さん。一方こちらは牛でもなく鳥でもなく豚の串焼きを売っているお母さん。1000万ドンもらえるってなったら何に使いますか？mua được một cái xe máy để mình đi lại, phương tiện đi lại hàng ngày, đi xe đạp。さらにこちら、ベトナムで人気の水タバコをかっこよく吸うお父さんに話を聞くと。なんと家族でもなく全くの他人のために寄付するという。ベトナムで今国民的な人気を誇るのがサッカー。公園でサッカーをする若者たちの中にただ者ではない青年を発見。これはサッカーではなくフリースタイルフットボールという競技らしい。em đã hai lần hai năm liên tiếp vô địch Việt Nam và hai năm liên tiếp cũng giành giải ba châu Á và top 9 thế giới. 世界で9位ってそりゃうまいはず。1000万ドンあったら何に使いますか？今は10万円で、現在は僕は1個在ベトナム2016年ベトナムフリースタイルフットボールチャンピオンシップ、1名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 
là Yosuke san. サッカーだけでなくベトナム人はよく公園に集まる。毎朝5時過ぎにはみんなで集まり体操する習慣があるのだ。曲の古さはさておき、エクササイズをするグループもいれば、祈祷をするグループも種類は様々。最近流行っているのは社交ダンスなんだとか。そんな中、カメラを向けると陽気に踊りを披露してくれた70歳のお母さんに聞いてみた。Bác đấy, bác sẽ mua niềm vui này, mua thuốc để cho bác khỏe, để bác tồn tại trên cái cõi đời này lâu lâu hơn nữa. Vì xã hội tươi đẹp như này thì bác phải cần tồn tại. ベトナムでは日本製の高級な健康サプリが人気らしいのだ。いつまでも長生きしてくださいよ。さらに今度は一人で妙な動きをするおじさんを発見。何やら腕を前後に動かしている。cái này như vậy là chữa bệnh, tức là cái bài thuốc này của Trung Quốc, tức là chữa các cái ung thư rồi u biếu vậy vậy, nó là thể太陽に向かってやるのが効果的らしく、お父さんはこの腕の前後運動をなんと1日7000回も行うそう。そんなお父さんの1000万ドンの使い道は。Chú không đầu tư vào thuốc đâu, là vì thứ nhất là chú đầu tư vào cái tập luyện này, cái sức khỏe làm sao mà đi đúng rồi là tập đúng giờ, quạt marini cổ vẫn phải giữ.そう、お父さんは見ての通り相当な暑がり。確かにこれだけ太陽の光を全身で浴びてりゃ、家に帰った時ぐらい涼みたい気持ちも分かります。続いてはハノイから120キロ離れたベトナムの世界遺産ハロン湾へ。石灰岩の大地が風化作用によって削られてできた大小1600もの奇岩が幻想的な景観を生み出すハロン湾。そしてこのハロン湾には古くから水上村と呼ばれる集落が存在する。海の上に浮かべた家で生活し、どこへ行くにも船で移動。魚の養殖や観光船などで生計を立てている人が多いという。ということで水上村で暮らす人にも聞いてみた。1000万ドンをもらえるってなったらどんなことに使いたいですか？こちらが観光客を乗せる船。夏のこの時期、ハロン湾を巡るツアーが大人気なのだ。そしてベトナムで5日間聞きまくった結果、10万円をあげることになったのは、トンバンクエさん31歳。水上村で暮らし、魚の養殖と漁で生計を立てているクエさん。子供の頃から水上村で暮らす彼の1000万ドンの使い道は。Nên là mình có thích thêm một cái năng lượng này để mình có năng lượng mặt trời để nó tích điện cho mình, để mình dùng những quạt hoặc là mình nghe đài hoặc xem TV. Nhưng mà bây giờ thì chưa có. そう、水上村には電気が通っていない。故にクエさんの家には家電は一つもない。あるのは LED の蛍光灯が1本。しかしこれもバッテリーが古くて薄暗いらしい。洗濯も奥様が手洗い。食事は練炭で起こした火を使って船の上で調理する。奥様も水上村出身らしく、そんな炊事や洗濯は全然苦にならないらしいが、暑さだけは何年経ってもきついらしい。40度を超える日もあり、
夜は暑くて眠れない時もあるんだそう。これは何とかしてあげたいということで、あなたに1000万ドンを使っていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。お金を受け取り嬉しそうな様子のクエさん、一緒に住む4つ上のお兄さんも、電力を引くのはクエさんの家族の念願なのだ。Đường mặt trời là mua ở trong đất liền. Mình phải chạy tàu về trong đất liền mình mua, nhưng mà tàu bị hỏng máy rồi, không chạy được. Tàu không chạy được nữa. まさかのエンジントラブルで船が動かない。仕方なくスタッフが乗ってきた船で陸へ行くことに。おい、大変やね。ちなみに2人が陸へ行くのは1ヶ月ぶりとのこと。そして移動すること30分、港に到着。久しぶりの陸に上がる。着きましたね。陸へ上がればすぐそばに市場が。ここで日用品から食料品まで必要なものは何でも揃うらしい。どうやらお目当ての店に到着。日本でいうところのホームセンターのようなお店らしいが、こんなところにソーラーパネルは売っているのか？お店のお母さんに案内され倉庫へ。すると、あった、ソーラーパネルだ。これ1枚で150ワットの電力が発電できるらしく、扇風機を回すには十分とのこと。今後のことも考えてソーラーパネルは2枚、さらには蓄電用のバッテリー、そして肝心の扇風機もお買い上げ。合計の値段は1040万ドン、日本円にして2000円ほど足りないが、優しいお母さんにおまけしてもらい、先ほど手にしたばかりの1000万ドンを全てお支払い、ソーラーパネルも扇風機も買うことができた。よくしてくれたお母さんに別れを告げ店を後に。念願の電力を生み出すソーラーパネルを兄弟2人で大切そうに抱え船へと運ぶ。そして水上村の我が家へ。クエさんの家に初めての家電扇風機がやってきた。早速ソーラーパネルの設置へ。木の板のようなものを取り出すと、これをはしご代わりに使い、クエさんが屋根に登る。兄弟力を合わせての共同作業。一体どうやって取り付けるのか、その方法を見ていると、どうやらロープを屋根の隙間から家の中に通し、光
較的丈夫な柱にくくりつけパネルを固定させている。もうすぐ扇風機で涼しくなれる、そんな希望を抱きながら作業すること2時間。ついにソーラーパネルの取り付けが完成した。続いてソーラーパネルとバッテリーをつなぎ、さらに扇風機のコードをバッテリーに接続。そしてベトナムの太陽がソーラーパネルにさんさんと降り注ぎ始めた。さあ果たして扇風機は回るのか。その時を家族みんなで待つ。そしてた以上に勢いよく回った。そして薄暗かった LED もソーラーパネルのおかげで明らかに本来の明るさを取り戻した。毎日薄暗かった食事の時間も。クエさん、改めて電気が通った感想は？家族の皆さんも心なしか初めて訪れた時より表情が明るい。ちなみに扇風機の回り方が少々ぎこちないのはご愛嬌。明るくて涼しい部屋でこの日はいつもより家族団らんの時間も長くなった。ということでベトナムの人に10万円あげたらソーラーパネルと扇風機を買うのに使われちゃいました。